そう来るか。トドロキ君の戦いは知る限り、いつも一瞬で情報が少ない。背面にあった氷はおそらく吹っ飛ばされないために対策した結果だ。あと6階の中で、あと5階。キルシモ、2回戦進出やったな。次おめえとだ、爆王。だって身体機能、やつらにも何らかの。スマッシュ、トドロキ、緑屋のパワーにひるむことなく金ステップ。ずいぶん高威力だな。近づくな。てな、全ての能力が強い。守って逃げるだけでボロボロじゃねえか。震え、クソ親父の個性なんざなくたって、その両手じゃもう戦いにならねえだろ。圧倒的に攻め続けたトドロキ、どこ見てるんだ。指で震えてるよ、トドロキ君。平気に耐えられる限度があるんだろう。みんな本気でやってる。半分の力で勝つ。全力でかかってこい。緑谷少年、あの小僧、何のつもりだ。クソ親父に金でも握らされたか。動きが鈍い。近距離ならお前は対応できない。しない。モロだ。トドロキ、一発で揺れなかった。今はアドレナリンドバドバで痛みが思ったほどじゃないでしょう。たとえ彼が勝っても次の試合は無理かもしれませんよ。力は落ちるが、でき始めてる。しかしまあ、何があいつを突き動かす。彼のようになりたい。言えないんだ。なんでそこまで答えたいんだ。だからふざけるなって今は思ってる。立て。こんなもので倒れていてはやめてください。まだ一度ですよ。うるせえ。僕、お父さんみたいになりたくない。ヒーローにはなりたいんでしょ。いいのよ、お前は。だから僕が勝つ。友達が日に日にあの人に似てくる。母さん。俺は。お母さんは。お前に危害を加えたので病院に入れた。俺はこいつを。君の力じゃないか。本当に大事なのはつながりではなく自分の血肉。でもヒーローにはなりたいんでしょ。いつの間にか忘れてしまった。いいんだよ。